ですもんね。これですもんね。引いたらまあまあええっすよ。引いたら向こうまで行けるっきね。さあ、1枚。あ、早速あるやん。ラインカッターが全く切れない。どうもご視聴ありがとうございます。はい、今回は高知県の西南部、戸田清水の松戸にやってきました。本当は拍手したいんですけど、ちょっと今見てもらえますか。ちょっとこんな状態で結構やばい感じなんですけど、ね、今ちょうど満潮で潮が高いん でましてやちょっとうねりがあるんで、あの釣り竿を構えれない状態で足も洗う感じなんでちょっと怖いです。まあ、こんな感じですね。足場はほぼほぼないです。まあこんな感じです。もう荷物まとめてとりあえず高いところでちょっと殴るのを待ってます。えい、おはよう。おはよう。何これ、いかんぜこれ。ほんまにこれがもうやばいって。ほんと何もできんもね。2時間ばっかりやな。ねえ、釣れなくていいんで安全第一で行きましょう。で、先端行かなかんね、先端へ。とりあえずで潮が引くまでのんびりやっていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。ちょっと満潮のためにね、こう潮が高くてもうこんな感じなんですけどね、足元までね。えこんなんどこ釣れっていう話なんですけどね。いやいや釣りにならないんでね、まあ、その間にまあタックルと軽く紹介していきましょうかね。もう一番手前からいきましょうか。はいはい、こちら国ミルク 3B 組んでおります。まあ潮受けパーツと 3B のガンダマ。はい、ここまでは一応ね用意してます。タックルですね、今回はファイヤーブラッド、今回 1.2 号です。はい、テンタクルですね。で、毎度おなじみのハイパーフォースのスッと3000番。はい、これ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 やめて、これやめて、マジ怖い。今ノモスが説明しよう途中でしょうか。これやめても。はい、すいません。はい、続きましてハリス中ハリスは、ラインシステムの磯風ハリス、中ハリスまでは2号か。でハリスは 1.75号。はい、でやっていきたいと思います。まだ定点カメラも置けない状態なんで、そうですね、ちょっと初めのうちは GoPro の方でちょっと目線カメラの方でやっていきたいと思います。
男子が走ったんだ。アントニー、アントお早いか。28長ですね。水温も高いんで、はい、こんなもんでしょう。はい、28長ありがとうやん。これツンツンとかツンとかしてて、ほらよっしゃあと、なんでこれ、ほらここでかいないんだろ。え、これやばいで。はい、37詐欺棚一本ちょい。37情報と、よかったよかった。これちょっとね、定点カメラ置けないんで申し訳ないです。はい、37詐欺と飲むんですね。よし、これは36歳。えい、えい、素晴らしい君、もう大好きね。えい、ありがとう。しゃあ、勝ったよかった。はい、お待たせしました。ちょっとね、こう腕にも若干取れて、ちょっと先端の方へちょっと釣りだで帰れることができたんで、やっと今からこう定点カメラ回すことができます。ここで釣れたら言うことないんですけどね、まあ、先ほどちょっとイサキがねパラパラっとこう2匹釣れたんで、まあこの調子で釣れてくれたらいいかなと思います。ただね、ワキグレがいるんです。ワキグレと釣れ、ワキグレを無視してちょっとこう中層あたりを狙って、まあイサキ、オアグレみたいな感じですね。で頑張っていきたいと思います。これはなかなか早い段階ですね。ウサギか、ウサギかな。まあ何でも来てくれたらいい、手が来てくれたらいい。
あ、外れた外れた。いやさっきのやつバラしてから本当魚釣りがなくなったんで、まあ時間ももう昼前ですし、まあちょっと休憩がてらにでお昼ご飯食べたいと思います。だいぶふつふつなってますね。おお、これはうまそう。いいね。よっしゃ。オッケー。じゃああとは食べていきたいと思います。あ、3分待たないかんだよ。いただきます。後半戦頑張りたいと思います。いるじゃい。じゃい。早かったね。よし、オッケー。これは貴重ですよ。やっぱり釣れんときはラーメン食べないかん。えい、ラーメン食べて35グレ。あたまし、よかった。結構上の方で振ってきました。なんでちょっと針を軽めにしてもいいかなって思いましたね。オッケーです。貴重なグレです。35グレ。まあ足釣りサイズですけどね、結構貴重な一匹と思います。やったぜ。おっと、いた。おお、やったやった。30あるでしょう。ちょっと測りましょうか。35。35ぐらい。さあ、オッケー。35ぐらい。ぐれぐれ、よかった。どんな感じでした？仕掛けで。仕掛けはね、左をちょっと。左をちょっと。で、さらしはきついき。もうさらし手前へ巻いて、奥はもう巻けせんと。ああ、もう手前のさらしの中へ巻き入れて。で、奥へ。さらしの木はで、蓋ひろちょっと言うね、言うね、言うね。ありがとうございました。よし、おめでとうございます。ジェイ、オッケもうグダグダで、ちょっともう繊維喪失して、はい、もう農館3時なんですが、もう2時にやめました。どうか見てみましょう。はい、本日の釣果です。まあ、今回ノモスと J 合わせての釣果になります。 J がね、後半ちょっと脇ぐれ3枚釣ってくれたんで、ちょっと
見える感じですかね。ノースが朝のうちこいつと、まあまあ A型のイサギ見に行くと、まあ、チビクレヨ、まあ、後半も全然ダメだったんで、ちょっと繊維喪失して早めに農家とします。はい、こんな感じです。まあサイズは足釣りサイズですね、35ぐらいですね。はい、こんな感じです。ねえ、まだちょっと早いですよね。水温も高いですし、まあ年明けてからですかね。まあとりあえずちょこちょこっと開いたんで、まあ今回もよしということで、はいはい、今回はね、高知県西南部の土佐清水松尾で、西場で磯釣りやってみました。ちょっと釣果ね、もうちょっと釣れたらよかったんですが、はい、こんな感じです。じゃあ、最後までご視聴ありがとうございました。